氷の競技にも日本は1932年以来毎回選手を送ってきました。しかし世界と互角に戦えるようになるには長い時間が必要でした。大高がメダルを狙って残された1回に挑みます。日本ではほとんど馴染みのなかったリュージュ。1972年札幌大会で初めて参加します。平均時速90キロ近くで滑り降ります。女子一人乗りではリンゴちゃんの愛称で親しまれた大高優子が5位に入賞するなど健闘しました。日本の川井が非常にいい滑りをしています。1992年アルベールビル大会から正式種目になったスケートのショートトラック。男子 5000m リレーで日本は銅メダル。98年長野大会では男子 500m で金メダルと銅メダル2つのメダルを獲得しました。銅メダルを獲得しました。長野大会で正式競技となったカーリング、この競技の魅力が示されたのがこの試合でした。準決勝進出をかけた日本対アメリカ。止まれ、大丈夫、止まった。アメリカ最後の一投です。あ、やっ、どうだ、どうだ、どうだ、アメリカが勝った。日本はわずか5センチの差で涙を飲み5位に終わりました。これで日本チームオリンピック5位が決まりました。華麗に氷上を舞うフィギュアスケート。1980年の渡辺恵美、92年、94年の佐藤由香が入賞を果たします。1988年カルガリー大会、18歳の伊藤みどりは5種類の3回転ジャンプを武器にその存在を世界に強烈にアピールしました。その後、女子選手として世界で初めてトリプルアクセル3回転半ジャンプを成功させて92年のアルベールビル大会に臨みました。いよいよトリプルアクセルへのアプローチです。しかしこの時伊藤はもう一度トリプルアクセルに挑むことを心に決めていました。飛べる自信は正直言ってなかったですね。また失敗しちゃったらどうしようっていう気持ちの方が心の中では正直言って強かったと思いますね。でもやっぱり飛びたい。オリンピックでぜひトリプルアクセルを跳びたいということでもう一度トライしたら成功できたので、まあ、よかったと思います。 伊藤は銀メダル。オリンピックで初めてトリプルアクセル3回転半ジャンプを跳んだ女性となりました。